県カントリーネームカズくんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リサちゃん、ヤナミこんばんは。こんばんは。お二人の尊敬する先輩である道重さゆみさんがブログの更新をすることになりましたね。はい。はい、この投稿をしている段階ではタイトルの頭文字が道重となっています。今後どうなるかわからないですが、お二人の予想はどうでしょうか。ではバイチュン。バイチュン、バイチュン。そうですね、この収録中も、はい、タイトルの頭文字現在道重になっております。はい、いやー、違うの、私その何も期待しないって痛いんだよ。ああ、そうですね。そう。やっぱ期待しなかった分だけ、来た時の喜びってすごいと思うし、期待しといて来なかった時に、がっかりするのって、すごい自分勝手じゃん。そうですね。うん。別に道重さんは、例えばじゃあ下でもう終わりにしようって思ってるかもしれないのに、うん、自分が勝手になんか改札率だなんだとか考えて、その次更新されるのは何時かなとか、思って、来なくって、なんかえなんだ来ないんだみたいに思うのってすごい道重さんにもちょっと失礼だなって思うの、うん、だからそのまあ期待しないっていうのもちょっと正直無理な話だけど、そう、道重さんのね思うままにね、はい、ブログを更新していただきたいなと思うし、もうね今来てる段階で私もいっぱいいっぱいなの。わかります。やっぱそのね、だって2年間何にもなくって、はい、その去年の11月26日は来るかな来るかなと思って、そのお知らせが来そうな時間に公式サイトとか何度もクリックしたりとかして、うんうんうん、来なくってっていう時を踏んでたから、なんか急にね、だってこの1ヶ月ぐらいでさ、はい、4回もだよ。いや、なんかすごい、なんで、その、このタイミングなんだろうっていうのが、正直ちょっと疑問だったんですけど、それでも全然嬉しかったし、やっぱり更新頻度がどんどん、そうそうそう、上がっていって、もう、ちょっとずつね。やっぱりその、もともと期待してなくても、嬉しい部分がいっぱいあったなっていうふうに思いますね。なんかね、いいよね、なんか、豚骨ラーメンとかさ、信号機とかさ、そのブログ一個だけで、日常に、なんていうの、希望を与えてくださるわけ。ああ、彩りがもう。そう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 。そうなんだよ。今まではさ、じゃあご飯何にしようって言った時に、はい、もうじゃあ、もうご飯系か和食か洋食かみたいな。はい。正直、お米かパスタかみたいな選択肢しか基本浮かばなかったところに、はい、豚骨ラーメンが突然出てきたりするわけ。そう、あ、豚骨ラーメンもあるみたいな。で、私今までラーメン屋さんなんて、あの、本当に数えるぐらいしか行ったことなかったんだけど。セレブだ。違う、そうじゃないんだけどね。で、豚骨ラーメンの美味しいお店を、まあ、どこなんだろうってちょっと調べてみちゃったりとかさ、あと信号機、そのメモリのある信号機、はじめ千恵さんが見た信号機、これだったのかなとかちょっと思っちゃったりとかするし、そう、なんか、今生きてるのがすごい幸せなの。だからそういう風な、あのね、生きる活力を与えてくださる道重さんにはもう感謝しかないし、その更新する日が、イベント中なことが多いのね。あ、そうですね。そう。で、それを、その、更新された直後に、ファンの方から握手会とかで、今更新されたよとかって、教えてくだ、はい、もらうことが多くて、なんか、なんていうのかな、タイミングが、その、良すぎて、あ、そう、あ、来たんだと思って見て、あ、嬉しい、もっと、もっともっとお仕事頑張ろうって思える絶妙なタイミングで、今現在ちょっとブログを上げてくださってるわけね。はい、まあ、なんか本当に、まあ、全くそういう気持ちはないんだろうけど、もうなんか幸せ、私は。そう、本当に幸せなの。ごめんなさいね。あの、ヤナミもちょっと置いてっちゃったかもしれないですけど、私も本当に今すごく幸せです。あの、こういうね、素敵なメールを送ってくださって、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上でございます。はい。さあ、ちょっと、すいません。今日はここで、この場をお借りして、はい。ちょっと喋らせてください。はい、どうぞ。道重さん、再生おめでとうございます。おめでとうございます。はい、もう本当に私はもう本当にずっと待ってた。うん。てかなんかもう正直やっぱ期待しちゃいけないと思ったけど、ブログこうやって更新されていくたんびに、うん、ああ、もうすぐだなと思って、うん、で、11月26日になってなんかもう再生しますっていう、うん、もうなんかあのクリアファイルとかも写真になってて、うん、なんかもう本当に、それだけで私は、あの、十分だったのに、例えばブログだけで活動していきますとかでも、うん、私はもう十分だったの。うん、だけど、
もう新しいパフォーマンスをします。パフォーマンスって何ぞって思って、もうそれだけで私、パフォーマンスするんだって思ったわけ。うん、で、最近、一番最近のブログで、やっぱり歌って踊りたいみたいな。歌いたいみたい。歌いたい！ちょっと待って、ちょっと待って。ニャちゃんね、いつも以上に早口だし、顔が赤い。もう、ほんとに私、もうずっとそのブログが更新されてから、ラジオが回ってくるのずっと待ってて、だからもうほんとにたまりにたまったこの感動を今、この数分間で話さなきゃいけないから、自然と早口になっちゃうのはちょっと許してほしいんだけど、でもほんとに、その、ありがとうございますっていうブログで、休んでた2年間も、なんか、祝ってくれたりとかして、コメントをしてくれたりとかしてるのを見てまして嬉しかったですって言ってて、私も2年間ずっと密かにブログでちょっと祝ってたタイプだったから、知ってるよ。身近で感じてた。でしょ？日常で。そう。なんかもうミルフィーユ買わなきゃとか言ってたじゃん。言ってた。でしょ？だってね、道重さんのお誕生日の時の、レッスンの時の T シャツはピンクだった。確かに。ちゃんと二つ結びもしてたじゃん。してた。だからもうなんかそうやって、こうなんか、まあ見てないと思うけど、そうやって祝ってたから、そういう風にブログに書かれて、なんかそれが、ちょっとこう、再生する、その、元気になったみたいなこと書いてあって、私はもう撮影中にも関わらずちょっと泣いたよね。泣いたね。目がうるうるしてたもん。そう。もう本当にそれだけで私も今日本当に幸せだし、はい、もうこれで多分1年間幸せが続くと思ってる。元気は多分この力で1年間やっていけると思うし、春頃に、その、実際に活動が開始されたら私はもうどうなっちゃうのかちょっとよくわからない。うん。本当に幸せです。はい。はい。ということで、まぁ、ちょっとこれぐらいにしときますかね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。アンジュルムの皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。私はちょっと、室田瑞希ちゃんに言いたいことがあるんです。はい。室田が、この間、ちょっとブログを更新した時に、うさぎさんのぬいぐるみをね、と一緒に写真撮ってたんだけど、はい、羨ましい。ほい。これはね、まぁ、見てないからわかんないと思うんだけど、そのうさぎさんのぬいぐるみが、その、カラフルキャラクターで、ムロタンが道重さんのバックダンサーをしてた時に、なんか道重さんからもらったウサギちゃんなんだって、それをまだ大切に撮ってますみたいな写真なんだけど、単純に羨ましい。以上です。早い。東京都カントリーネーム、ローラーズさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。リサちゃん、シュナちゃん、こんばん、ピーナッツ。ピーナッツ。先日、道重さんのブログで、道重再生するにあたって、今後の予定がついに発表されました。はい、ね、はい、はい。公演のタイトルが、はい、サヤミングランドール再生とのことで、コンサートでもミュージカルでもディナーショーでもないパフォーマンスらしいですね。はい、音と光、そして映像が織りなす新しい世界。再生と希望をテーマにした約80分のショー。素敵。果たして、どんな道重さんを見せてくれるのか、とってもワクワクしますよね。します。リサちゃんは以前の放送で、何も期待しないでいたいと言っていましたが、期待しないわけにはいかないのでは？ぜひ、道重さんの今後について熱く語ってください。熱く語ってええねんで。それでは、バイチューン。はい、これはね、でも、はい、期待しないでいきたいって言っていたのは、ブログを更新していた状態の時であって、もうこれも再生しますって言われたからには、もう期待しているわけです、私は。うん、伝わる。本当？うん、今目がギラギラしてる。ありがとう。私もう、いつコットンクラブ行けるのか、楽しみに仕方がないよね。もうね、最近コットンクラブって単語をよく聞く。頭の中でコットンクラブだもん。頭の中がコットンクラブ。本当にね、なんかね、はあ、幸せの、しかもなんか最近追加公演も決まりまして、はい、やっぱりそりゃ、道重さんの再生を心待ちにしている、人々は、いっぱいいるわけですよ。うん、だから、そりゃ、収まりきらないわなって感じなんですけど、ね、なんかね、なんていうかね、嬉しいよ、私は。語って。なんか、ね、私最近よく聞かれるのが、ファンクラブ入ったのって話なんですけど、これはファンクラブは、ちょっとこう、入ってないんですけど、それは残念ながら。だけど、だがしかし、私は行きたい。から、なんとしてでも、ね、そう、コットンクラブに行きたい。できれば、複数通いたい。気持ちでいっぱい。もはや全部制覇したい。したい！あ、それはね、現実的に難しいとして。ね、でも気持ちは、ね、全公演行ってるつもりですよ。私。つもりですよ。うん、なんかね、本当に幸せなんだよ、最近。幸せそう。本当に、
ブログ更新されたりとかさ、うん、それこそ、再生日が決まった日とか、うんうん、本当に幸せで、でも私こんなに幸せでいいのかなって思うわけ。うん、だってね、楽屋でね、うん、なんか叫び声聞こえるなと思ったらね、大体リサちゃんが道重さんのこと話してるの。そう、ハッって言うから、何事って思ったらいつもリサちゃんが。そう、だってもうブログ更新されたりするからさ、なんかね、最近、お家にあった、いろいろ、眺めてるわけ、うん。写真集だったりとか、なんかグッズだったりとか、うん、で、道重さんの成長記録とかを見てるわけなんですけど、やっぱね、いつの時代も可愛いの。うん、可愛い、ね。本当に可愛くって、で、なんか、その方が、再生するわけじゃない、うん。もう、だって2年間会ってなかったわけで、なんか、なんていうの、ある意味その可愛さに対する免疫力が落ちてるわけ。うんうんうん、私たちの免疫力が落ちている状態で、さらに、美しくなった道重さんがいらっしゃったら、どうしたらいいの、風邪ひくのかな、私って感じなの。その免疫が、あれ、明日雪降るぞ、みたいな。そう、対抗しきれなくて、私の中の、その可愛さ免疫が、うん、対抗しきれなくって負けちゃって、多分私風邪ひいたりとかするんだよ。もうそれぐらい、河合さんの影響力はすごいわけ、道重さんの。うん、もうなんか。免疫力高めないで。そう。ビタミン C 取ろうよ、頑張って。そう、私多分ね、早く心がけて、うん、野菜もちゃんとしっかり取らないと私多分風邪ひくわけ。どうか。だから、初めて聞いたよ。だからそこはね、ちゃんと自分をしっかり持って、うん、しっかり頑張っていきたいなって思うんですけど、はい。なんかね、やっぱ、嬉しいよね。なんか、もう私にとっては神様なわけ。うん、だから、道重さんが触れた他のものは、その聖書に出てくる登場人物だったり、その聖なるもの、うん、品物だったりするわけであって、だから例えば、飯窪春菜さんがご飯行きましたって言ったら、もう飯窪さんのブログ自体が、その聖なるものに変わるわけ。なるほど。そう。歴史上の。そう。飯窪さん自体も、聖なる方に変わるわけ。だから私はその聖なる方に触れて、なんかご加護を受けるというか、洗礼を受けるというか。怖くなってきた。ちょっと怖くなってきたよ、娘。だんだんわかんなくなってきたけど。なんかそういうことをしてるわけで、私は本当になんか毎日毎日幸せに生きてるなと思うので、なんかそれでね、コットンクラブに行くことによって、みんなで洗礼を受けようじゃないかって私は思うんです。はい。だから皆さん、コットンクラブ楽しみにしていましょうね。はい。以上です。皆さんでコットンクラブに行きましょう。どうぞ。行きます。おお、なんかリサちゃんが笑顔になりました。はい、静岡県カントリーネーム角ゆきさんからいただきました。お題、ありがとうございます。ピンク。何これ、私引きよくない？いいね。ピンクはね、やっぱり、うん、いい色だよ。うん、ちょっと先に言わせていただきたい、うん、ピンクは、うん、リサちゃんが大好きなあの方だけじゃなく、うん、カントリーガールズのプレイングマネージャーの桃地先輩もピンクだからね。それを前提にお話しください。どうぞ。ありがとう。そうね、そこ大事だよね。大事大事。じゃあ先に触れなきゃ、桃地先輩。使命感。桃地先輩は、のピンクも、すごくいい。桃地先輩はピンクのこと桃色って言うんだよ。うん。うん、それもね、なんか桃地先輩らしくて、素敵だなって思うんだけど、私はピンクっていう響きが好きで、なんかこう、ピンってこう弾けた感じがして、クックでこう着地する感じがすごい好きで、ちっちゃい頃からね、ピンクが好きだったの。でも、あるじゃん、ちっちゃい頃の特有の大人ぶりたい感情、うんうんうん、で、私、小学1年生と2年生の頃に、ピンクが一回好きじゃなくなったの。なんかダサいみたいな感情に囚われて、うん、ピンクじゃないし、私も水色が好きですみたいな。わかるわかる。で、ピンクのお洋服も全部捨てて、うん、水色に一回切り替わった瞬間があったの。うん、でも私は、やっぱり、ピンクが好きで、うん、水色とバイバイした。今日の服もピンクだもんね。そう。そうなんだよ。だからね、例えば、桃地先輩のお誕生日プレゼントを選ぶときも、ピンクからやっぱり選んだりするじゃない。うん、そういうのも選んでる瞬間が楽しいし、うん、そういう意味でも、桃地先輩ぴったりだなって思うんです。はい。そして、やっぱり、やっぱり、道重さんの、道重さゆみさんのピンクが好きだ。やっぱり、やっぱりね、好きで、その道重さんの、ツアー T シャツ、モーニング娘さん時代のツアー T シャツもピンクなんだよ。やっぱそれを私は着ると強くなれるの。免疫。そう。免疫。そう。免疫力も上がるわけよ。確かに。
だから、その、なんていうの、戦闘服なんのね。ガードマンみたいな。違うか。あの、なんかでしょ、そう、うん。だから、私は、ピンクに助けられて、ピンクが好きだなと思って19年間生きてきて、だからこれからもピンクを嫌いになることはないと思うし、ピンクってやっぱり、あの、女の子のイメージが強いと思うんですけど、うん、男性の方も、そういうイメージに負けずに、ピンクを着てほしい。うん。以上だ。おー、素晴らしい。やっぱダメだね、私ね。うん、幸せなんだよ、今。多分。ちょっとこのね、この回は、もも先輩には聞かせられないと思った。ありがとうございます。カントリーガールズの皆さん、こんばんは。こんばんは。初めてメールします。山木さんは以前から、道枝さんに対する思いをブログで書いていましたが、サユミンランドール再生公演に念願かなって見に行けたそうですね。はい、ブログの文章を見ただけでものすごい長文なので、どれだけテンションが高いのか分かりました。ツーショットの画像も添えられていましたが、道重さん本人の美しさは以前にも増して磨きがかかっていますよね。公演を見て改めて感想や、見に行った時の道重さんとのエピソードなどあれば教えてください。自分も初回公演を見に行き、これからも数公演行く予定です。本当に素晴らしい公演だったので、山木さんもきっと大満足だったと思います。この際、このラジオを借りて、道重さんに対する思いを思いっきり喋り倒してくれると嬉しいな。よろしくお願いします。待ってました。あのね。はい。とにかく、サユミンランドーラ、行こう。行こう。みんな行こう。みんな行こう。もう世界中の皆さん。そう。本当に素晴らしい公演だったから、結ぶにも行ってほしい。だって、その公演が、うん、終わって、うん、そのイサちゃんがその道重さんのそのライブ、うん、公演を見に行った後に、うん、今初めてイサちゃんに会ったんだけど、なんかね、綺麗になった。本当？磨きがかかった美しさに、うん、やっぱね、好きのなせる技だと思う、うん、ありがとう、うん、なんか私も心なしか肌が潤ってる気がするの。潤ってる、うん、なのね、うん、そのまあそのイベント自体はもう行くしかない、うん、まあ、そこについては深く触れないでおこう、うん、それじゃなくてね、私は、とある以前そのブログで、奇跡が起きました。書いたんです。奇跡ってあるんですね。って、うん。それについて、ちょっとお話したいなと思うんですよ。あのね、はい。その日は、取材でした。はい。取材があって、桃地先輩と、取材があって、で、取材が終わって、お疲れ様でしたって言って、あの、お辞儀をして、顔を上げたら、あの、スタッフさんがいたんですよ。はい。で、スタッフさんが私たちのことを見て、おって顔したんですね。だから、あれなんだろう、もう先輩に何か用意なのかなと思って、おはようございますって言ったら、後ろから、道枝さんが、ひょこって顔を出して、もう本当に、何にもサプライズでも何でもなく、本当に不意打ちね、うん。だから、あ、どうしようどうしよう、逃げなきゃと思って、とりあえず、そのソファーから立って、ちょっととりあえず距離を取ったのね。うんうん、で、あ、なんかその、もう先輩と道枝さんでお久しぶりです、みたいな話を、うん、あの、してて、だからこう、人、段落したら、私に、あの、道枝さんの視線が動きまして、うん、で、なんか、あ、久しぶり、みたいな。どうしようと思って、本当に、あの、もう、本当に失礼なんですけど、うん、あの、背中を向けないと、立ってられなくて、うん、で、背中を向けてしゃがんでたのね。うん、そしたら、あの、もう先輩が気を利かせてくれて、ずっと、この人、あの、私が、ブログを真似して、うん、更新してたんですよって言ったんです。もう私ね、やっぱり、すごいことを してる、自覚はあったから、まあ見てないだろうと思ってたの。うん、そしたらね、道枝さんがね、あ、知ってるよ、だってブログ更新してから、山木ちゃんのブログが更新されるの楽しみだったもんって言われて、もう頭真っ白、うん、どうしようと思って、うん、本当に私は見てないと思ってたから、うん、ある意味好きにできたところはあったのね。見てたもんね。そう。きっと見てないだろうと思ったから。もう見られた恥ずかしさと嬉しさ、もう同時に込み上げて何が何だか分からなくって、
ね、もう、まあ、とりあえず号泣してるわけ。写真送られてきた、リサちゃんが。号泣する写真。むしろね、号泣する写真しかなかった。もう、セバにね、パシャパシャされちゃって、で、もう泣きながら、ありがとうございますって言ったら、そのスタッフさんが、じゃあとりあえずなんか、一言言ったら、伝えたいことあったら言ったらって、気を利かせてくださって、伝えたいことあったら今のうちだよって言ったから、とりあえず、コットンクラブ行きますってだけ伝えて、そしたら、道家さんがね、私に対して、可愛いって言ってくださったの。もう、いいの。社交辞令でも何でもいい。その、あ、そうなんだ、みたいな。うん。と、同じ意味の可愛いでも、もう、とっさに出た可愛いでも何でもいいけど、とにかく、可愛いって言ってくださったこと自体が本当に嬉しくて、もうなんか腰抜けちゃって、その後、またスタッフさんの計らいで、その、道家さんと、そのスタッフさんに、チョコレートの差し入れを、するっていう展開に今なぜかなったんですよ。なったんですけど、その時も、もう腰が抜けちゃって立ってられなくって、そのムービーを送られてきたんですよ。来た。だってなんかね、もう、だってずっとさ、みじげさんにお会いしたかったわけじゃん。でも、実際会うと人間ってこうなるんだなと思った。心構えができてなくて。確かにね。で、その私その日に限って、あ、ロコとかすっぴんだったのね。もう本当に悔やまれるの。でもメイクでさ、涙が、ね、ブロボーになるよりいいよ。そうね。でも、先輩にも言われたから、結果オーライだと思うことにしてるんだけど、ねえ、その、私がすっぴんなんですみたいな話をしたら、でも私もすっぴんだからみたいな。ちょっと待って。もう、すっぴんの顔じゃなかったわけ。美しさがね、陶器だったわけ。それですっぴんですかって。むしろすっぴんの方が可愛いですみたいな。もうね、二年間で何があったって感じ。本当に可愛くってね。だから、本当に幸せで、あれは私、夢かもしれないってまだ思ってるの。だから、夢だったかもしれないって思ってる状況で、やっぱりその、催眠ランドールは、あ、嘘じゃなかったんだって思える素敵な公演で本当に幸せで、なんか二年間諦めないでよかったなって今本当に思ってるの。なんかね、その結ぶがね、そのリオちゃんが好きとか、藤井リオちゃん、拳ファクトリーの藤井リオちゃんが好きとか、なんか、他のメンバーが誰々が憧れてるとか言ってるそばで、なんかいいなって思ったのね。そっか。そう、いいなって。私はいないから、道井さんは今いないから写真も撮れないしって思ってたけど、なんかその2年分の幸せが今、ギュってここに来て、本当に幸せで仕方がない。なんか、結ぶにいつもこういう話聞かせちゃってる気がする。確かに。いつもラジオ、結ぶの回でいつもこういう話になるんだよ。私、リサちゃんと一緒に言うと、基本的に、1回目か2回目の放送、どっちかで絶対喋らなくなる。ごめんね。でも、全然よ、楽しい。ありがとう。結ぶもね、ありがたい。本当にね、ちゃんとうなずいてくれるから、私も本当に心地よく話せる。本当にありがとう。ありがとう。私は幸せです。以上です。ありがとう。はい。おめでとうございました。ありがとうございました。